そして入ってしまった。あお眠いって言っときながら結局ずっと起きてるじゃないですか。いい谷間してるわ。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。やっていきます。今回の会社目標、ボルテックをクリア。ボルテックっていう新しいエリアがあるらしい。これがまたレベルの高い亡者がとかゴミとかが出てきそうな気がするけん、暴力のバフを与えた方がいいでしょう。これでいこう。レッツゴー。おー、いきなり始まった。あー、同業との戦いになってるな。やっとおまけ。おーおー、大暴れするって決めた途端容赦ないねー。当たり前だろ。今までサボってた分力があり余ってるぜ。サボってたのが認めるんだね。給料から手引きしてきまーす。お前減俸3ヶ月だ。これで婚約指輪が買えなくなったね。そう、今日ぐらい真面目にやれよ。分かってるって。思いっきり倒してましたけど、この人たち大丈夫なんですかね。それは自業自得というやつだ。大丈夫大丈夫、心配ご無用。峰打ちでござる。うんうん、峰打ちなら安心だな。なんか変なノリになってきてる。それより見てよ、敷地のあちこちでもやり合ってるみたいで、かなり想像しんよ。もう大乱闘やってるね。大乱闘スマッシュブラザーズや。やれあれ、すげえ状況だな。ってレティクルの連中もいるじゃんか。ってことは、ああ、巣があるってのはやっぱりマジモンの情報みたいだな。それでこんなに集まってきとんじゃ。亡者探しの従業員、さらに乗ってくるゴミ、どこにどう進んでもバトルが待っておるな。まさに混沌ごったに状態だ。タイトルの三つどもえってこういうことか。そんなもん織り込み済みだけど、極力余計な衝突は減らしていきたい。俺たちの目的は雑魚じゃなくて素なんだから、できる限り突っ切っていくぞ。オッケー。さあ、というわけでボルティック、そんな目的でやってきたボルティック。言いながらも戦わないといけないところはあるというところ。同業者が来た。一層スペシャル。火を燃やすとこ、どれぐらいの戦闘力があるかちょっとさ見定めておく必要がありそう。全体攻撃を入れておけばいいだろう。というのは戦闘力だろう。相手は素早いな。先制攻撃を食らったな。でこうやってでも全体攻撃をまぶしておけば一旦で倒せるぐらいの戦闘力。損害としてはそんなにダメージは食らって、なんか HP バー誰かの分が見えてない気がするんやけど、気のせいかな。あれちょっと誰かの分見えてないぞ。赤いゲージどれか一本足らん気がする。わからん。ちょっと待って、わからん。あーでもそんなに減ってないな。一番減ってるやつしろはこれか。全く減ってないというわけではないが、そこまで多い減りでもないというところか。あ、一人で来た。おい、なぶられてきたがところもんじゃこれ。決してでも出てくるでもないって感じやな。おいおい、そこら辺の人、そこら辺の業者がかなうと思ってんのか。中流糸お役に立てましたか？立てましたよ。さあどんどん行こう。さあここでも戦闘だ。おっと数多いな。数多い。これ結構残しとったらまずい感じもしてない。素早かったけんな。治癒も入れておきたいが、八代の回復はちょっと相手の素早さを考えたらアイテムで回復した方が安牌が回復入った。今入っとるな。ちょっとこう素早さが足らんかった。ファイナルともに打っておってもいいんちゃうかな。フファイナルともリンポーズで死にそうやな。そうなるとトモリンを回復が間に合うのか。ファイナルトモリが先に入る。そうそうそう、それを狙っとった。一番最初にファイナルトモリが敵に入るんだ。こっちは相手の攻撃が来る前に、そうすれば全滅できるんちゃうかなと思っとったら残っとるかな。で治療もちゃんと入っとる、治療もちゃんと入っとる。痛いって言うたトモリやけんちょうどよかった。あ、まだおるんじゃ、だから治療が入ったんやな。納得。一層スペシャルともにちょっと温存、講師温存、そして一ノ瀬さんは全体攻撃使ってって感じかな。ちょっと温存も入れよう、入れていかなかったら次の展開が気になるところ。あー、倒せない。温存しすぎとる。これは明らかに温存しとる、しすぎとるパターンや。ファイヤーソード回復、ともにの回復じゃないな。回復する相手間違えとる気がするぞ。間違えた気がするぞ。まあ、知らんかったっけ、よかったから。あ、なんだイベントが始まった、こんなタイミングで。ふう、血の気の多い連中が揃ってんな。これではキリがありませんね。どうやら追加で部隊が投入されているようです。まあここの奥に巣があるって言うんだったら当然の結果ではあるな。追加部隊？メズの言うこと合ってるんじゃない？見てみなよ。明らかに数が多い。へえ。そう言われればなんとなく。周辺を遠隔スキャンしたところ、キシチ工業の投入人員が平均より 30% 多いです。もう勝負にかけてきとんやな。何をスキャンして数がわかるの？社員証です。へえ。あとは各種センサーによる総合的な集計になります。社員証なんてスキャンできるんや。でも基地工業さんは元から大所帯なわけですし、揃うとこれくらいはいるんじゃないですか。いや、さすがに実行部隊はここまでいないはず。どういうことだ。あ、なんか他の会社と結託するような話はしよったな、そういえば。それで人員増やしたんか、よそから。さすがに見渡しただけで分かりゃしないか。八代様、これ以上立ち止まるのは得策ではありません。ああ、そうだね。後ろのみんなも追いついてきたし、動いた方がいい。よし、勢いを整えるのを少し待って、すぐ前進だ。そんなわけで結構大所帯でやってきてる感じやな。回復しなあかんメンバーが、一ノ瀬さん回復しなあかんね、これ。一ノ瀬回復パターンできたいところですが、それでもちょっと全体攻撃を行っておきたいけん、メズパイが回復要員として回復お願いします。そしたら半分しか削れなかった。とかによっては今度は八代がやばいことになっているというね。やばいな、割と戦略考えんかったらあかんような感じの立ち回りになってしまっとるな。回復アイテム結構使ってしまうな。敵のこうスピードが速いけんな。先生とられよりで、ここへレベル上がったけど、それでマッターまで回復というところ。耐性付きじゃ、ピッチャー返し全部耐性付いたらもうわざ残念。火放っとくでしょ、デバフかけとくでしょ。ここはあんまり考えなしで全体攻撃ぶっ壊しといてもいいか。硬いな、ほんま敵が硬くなってきたな。あとは単体攻撃で締めていけばいいが。知恵も入れて攻守こう回復のパターンで OK。 回復間に合ってないな。でここはバッチリアイテムで回復しとかなあかんな、そんな気がする。HP が結構ギリまで削られることが多いけん、回復アイテムの消費が結構すごいな。彼氏だな、彼氏だなじゃない。彼氏ではありません。アイテム何これ、テクニカルを思いっきり上げるバフアイテム。そうしたらちょっと大所帯の敵が出てきました。これを気をつけなきゃいけませんな。これはもうファイナルトモリ使ってもええんちゃうかな。またファイナルトモリ温存の別の全体攻撃でもええかもしれないけどね。こっちチャミチャミを使っとくか。チャミチャミチャミ使っとくが。チャミチャミチャミーバックン長からのビリ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 とか、あとどん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 太鼓の達人が始まる。結構食らった、半分削った。そこにマブして、そしたら第2波が来るだろう。これ1体だけだい。1体だけかい。おいおい、1人で来るなんてなめてんのか。1人だけ遅れてやってきましたっていうさ、追加選手みたいになったの。戦隊ものでいう追加戦士みたいになったのよ、お前。潰すぞ潰すぞ潰した。オッケー。これはアイテムかバフか。アイテムもらっとくか。なんだこれ、回復アイテムか。ちょっとしょっぱいな。戦いは避ける。あーとかよいよったらイベントだ。まさきが続きそうやけん、そんなにメインのイベントってわけじゃなさそうな気がするけどな。おやつしろ、あれ見て。なんざんしょ。ありゃあ、神達さんじゃないか。なんであんなとこに。あの女社長、またなんか企んでるんじゃない。そりゃあ、どっかから巣の情報でも手に入れたから、ここにいるんじゃないか。キシチ工業に教えられた話なのね。町じゃ眉唾レベルの噂だったよ。知らんよ。でもここにいるんだからしょうがない。てかなんで神田さん一人だけなんだ。一人だけなん。とりわけおらんの。しかもゴミが近づいてる。おい一ノ瀬、手を貸せ。助かるぞ。おりゃーよいしょ。どなたか知りませんが助かりました。怪しいな。あんたこんな状況でなんで一人でおるっていう感じのところが怪しいな。いやー、カナダさん急ですね。お怪我はありませんでした。どういうキャラだよ。女の子には甘いんですわ。八代さんだったんですね。助かりました。いえ、なんともなくてよかったです。っていうかあなた、なんでこんな危険な場所に一人でいるの。いえ情報を手に入れて来てみたんですが、すでに吉地さんのところが入り込んでまして、従業員はあちこちに散らばって戦ってますし、残った親衛隊ともはぐれてしまって。親衛隊だらしねえな。そうだったんですか。大変でしたね。そうなんですよ。どうしましょうかね。大変ですね。じゃあこれでとか言ってどうしようかな。それならその親衛隊俺たちが探して。ストップストップ。なんだよ一ノ瀬、急に横やり入れるなって。なんだわ、あんたの方だっての。うちがここに来たのは何のためか忘れたの。そんな親衛隊探してる暇なんてないっしょ。どうでもいいけどさ、こう見たら一ノ瀬さんと神田さんで比べてみたら、おっぱいのサイズは一ノ瀬さんの方が大きく見えるね。それはそうなんだが、でも川里さん困ってるし。これまで何回ここの連中とやり合ったと思ってんの。はあ、もしかしてうちの従業員がそちらにご迷惑をおかけしましたか。めっちゃ襲ってくるんですよ、お宅の従業員。賠償金払ってもらいたいね。あるだろう体で。なんだこれ。近い。おっと、さっきおっぱいを比べたが、今度はおっぱいのおしくらまんじゅうをやっている状況だ。おっという、困ってるな。やつしろ困ってるな。こんな絵出てくると思わんかったな。もしご迷惑をおかけしてたのなら、また後日改めてお詫びします。おしくらおっぱい押されて泣くな。ご迷惑ってこの際だから言わせてもらうけど、そちらの会社迷惑しかかけてなくない。苦労して倒したせっかくの獲物を横取りしたり、あったね。こっちでちょっかいかけてきたり。そんなことないですよ。ちょっかいかけたのは従業員の独断だと思いますし。そう、独断を抑えるのが社長の役目でしょ。ジョロウガムの件は私が残ってたんですから、完全にそちらの横取りでしたし、そっちに関しては何も言えることはない。でも結局八代の会社が割り送ってるだけじゃないの。それなら今度うちと一緒に合同作戦でもしましょうか、八代さん。それは助かるな。いかほどいただけるなんて。八代、鼻の下伸ばさない。この人のことだから、また私たちだけに働かせて自分だけ多く取るなんてしてきそうでしょ。いや、まあ地獄は持ちつ持たれつで、それが参考で崩れてきちゃってるから今この状況なんでしょうが。私は参考のことがあっても皆さんと仲良くしていきたいなって思ってますけど。全然信じらんない。八代はどう思ってるの？2人ともおっぱい大きいなって思ってる。そりゃあ皆さん仲良くですよね。ああ、いや、そりゃあそれが一番だけど、そうもいかない状況になってて。それならうちの会社と合体しませんか？それは吸収合併とどう違うの？八代、話を聞いちゃダメ。私たちがここに来た理由を思い出してって。でも合体してカンダタさんが秘書になってくれるんだったらちょっと甘いな、甘いお誘いだなーってちょっと思ってしまうね。そうだな、いろいろと決心してここに来たわけだしな。それに一応従業員たちを裏切れません。すんません、カンダタさん。あらら、振られちゃったかな。お、あそこにいるのは確か親衛隊の片割れだ。カンダタさん、あいつのとこまで連れて行きますが、手を貸すのはそこまでにしておきます。仕方ないか。じゃあうちの従業員にもできるだけそちらに手を出さないように。できるだけっていうかさ、完全にでお願いしますね。助かります。そうだか、襲われたらまたいろいろ請求するから。そうですよ、カンダタさん、今度お宅の親衛隊がこちらに襲ってきたら、1回襲うためにあなたのお尻10回叩きますからね。それじゃ頑張ってくださいね、八代さん。社員一同で羽交い締めにしてお尻を突き出させて俺が叩くというパターンで。あの人の相手疲れる。なんで？神田さんはいい人じゃん。あんたがここまで人を見る目がないとは思わなかった。女の戦いがバチバチになってそうですね、これ。八代さんに一ノ瀬さん、ここにいた。もう急にいなくなるからびっくりしましたよ。ああ、すまん、みんなと少し離れちまったな。ちょっとやぶようだな。やぼよ？なんでもないよ、ともち。ほら、みんなのとこ戻って先を急ぐよ。そうだな、どの陣営もだいぶ奥まで入り込んでるし、先を越せるかもしれない。それなのに脇道にそれて。悪かったって、なんでそんな怒るの？嫉妬かな？嫉妬なのかな？さあ、嫉妬している一ノ瀬さんはほっといて先に進むよ。は？まあ通常通り。HP ゴリゴリ削られた時だけ注意とかだからね。オーバーアクション、いい感じ。ワンタンキルですね。戦闘は避ける。あーと、でかいのあったな、これ。あ、なにこれ、研磨剤業務用、すごい。デバフ 50% マイナス、でかすぎるって。ほんまに勝てん時これ使おう。やばい、ポケモンのマスターボールぐらいに使うタイミングがさ、ちょっと考えてしまう感じのやつやな。ファイナルともに使ってしまってもええかな。こんなでかいマイナスアイテム出てくたらさ、ほんまここぞって時に使う感じになってしまうけんさ、実際には使えん感じになるよね。よーし、綺麗に倒した。しかしファイナルタモリ使ったってよかったかな。この後すぐにボス戦とかならんかな、なんてこと考えてしまった。今更ね。おっと、スピードバフがでかいバフやな。 100% ってことは倍になるってことじゃない。遠心力の作用で身が速くなる。どれをどう説明したらいいのか分からん。ほんまやな。もう地球外からのテクノロジー入ってきとるってこれをガンダムでいうマグネットコーティング的なものが働いとるな。まあ愛もからと同じような作戦。今回は HP こっちの真ん中や満タンやけあんまり気にせんでもよかった。さあ次、あ、なんだイベントじゃ。ただの作戦かなと。おっとお前か。その外やら未探索のフロアも残り少ないし、そろそろ見つけられると思うよ。焦らない焦らない。はよ一休さんか。じゃあレティクルの連中も来て表でやり合ってるみたいですし。そうだな。ちょっとくらい急いだ方がいいかな。ルーズだな。兄貴はいつものんびりしすぎなんです。ん？ゴズ君、静かに。どうかしたんですか？いや。今足音が聞こえてる。ほら近づいてくる。本当だ。それにこれ大勢いますよ。クソ見つからねえな。そっちはどう。あジョンさん、やつしろくん、おーと嫌なところで勝ち合った。ジャンさんがこんな顔するのは初めて見る気がする。これはやつしろくん。あ、隠した。どうしたんだいこんなところで。やつしろさん、向こうには何もなかったですよ。こっちももぬけの殻。ああ、俺の方には偉いもん見つけてしまったぜ。目標のものじゃないけどな。キシチ工業。お前たちは少し下がってきてくれ。ちょっと話があるからな。はい。どうして君たちがここにいるのか聞かせてもらってもいいかな。あ、すってそういうことなんかな。もしかして、キシチがいろいろやってるけん、ゴミ取りが集まって巣が多いみたいな、巣になってるみたいな話になっとんかな。僕たちの動きについては、先日しっかりと。それはだったん巣って。ええー、しっかりと聞きましたよ。その上でです。ほう。ということは。巣があるとお聞きしたんで、それを狙いに来ました。うん。正直なところは好感が持てるよ。ってことは。ここで僕たちと鉢合わせになることも織り込み済みってことだね。はい。理由を聞かせてもらってもいいかな。ま、簡単な理由ですよ。このままジャンさんやカーナドさんといった大手の隙間をコソコソするってだけじゃ会社が持たない。チャンスがあれば掴みに行く、そういうことだね。いえ、実際ただの焼きかもしれませんね。こうやって同業同士が構想しなければならなくなった参考手制度への八つ当たりというか。なかなか大胆なことを言うじゃないか。いえ、やっぱただ俺がやけを起こしただけです。忘れてください。うん。今の蝶の批判とも取れる発言は忘れてあげよう。でもね、キシチ工業の僕としては見逃せないんだよね。先に忠告したのにないがしろにされてる時点でさ、顔に泥を塗られたままってわけにはいかない。やるっていうのか。それは俺も分かってます。よし、そういうことならゴズ君出番だよ。このままじゃ示しがつかないんでね。うわしきた。やつしろボス戦だったっけここ。覚悟はできてんだろうな。へっ、覚悟してなきゃこんなことしねえ。黙ってやられる俺たちじゃねえからな。その威勢はどこまで持つか見ものだな。ってことはまた前みたいなゴミの集団と戦うのはあかんかな。あいつらはゴミと同じだ。手抜かずに存分に働いて給料稼げしいども。ああ、普通にこんだけ従業員たくさんおる感じじゃ。あれでもさ、レティクルに同じような顔の人おらんかった広瀬かなレティクルにも同じような顔の人おった気がするやけど、広瀬かなあれおかしいな。俺の記憶が間違ったのかな。何あの人数。それに操ってるっぽい化け物もこの前よりたくさんいますよ。ここに来るまでにアホど見かけたのに、まだこんな頭数がいるのか。どうやって狩る。さあ、長丁場の戦いになりそうです。ゴミと従業員が混ざって襲っていかかってくるパターン。ファイナルトムリがまだ溜まってる。さあ、打傷しみななしといこうか。回復しなあかんメンバーおるな。やつしろとトモリがちょっとそれぞれやばいんで回復入れとくか。あれ、反応悪いな。謎に反応悪いな。謎に反応悪い。まずファイヤーソードが入る。ズコーっていうね、新喜劇みたいな倒れ方をする。でそこに全員で殴りかかって、ちょっと小山への従業員とちょっと戦闘力上がったか。ああやばい、リサイクルやつ来た。こいつ強いよな。すごい火もはびいて、もうとにかく、あ、チャミチャミがあるね。でもチャミチャミがあって、プレミアムパーティーもちょっとこのでかいやつに攻撃で、でメズは回復要員ということで、八代こう回復したのになんでこんな反応悪いんや。八代なんで反応悪い。謎に反応が悪い状況だったら分かった。もうアイテムで回復するわ。で回復できんやないかい。なんでやねん。おかしい。バグが苦しめてきておるわ。放電でもしょっか。諦めた。回復諦めた。これ致命的なバグ起きとるもん。これゲームとしてどうなのっていうレベルで。ドンドンドンで燃やして叩いて。さあ次は放電した時には敵おらんようになってしまうと。さあ、あ、ゴーズも出てきたな。やめてよね。回復がないんはちょっと痛いな、ほんまに。自分で自分のこと回復とくか。こっちやな。なんで回復の対象になってくれないのに。なんでやつしろ回復の対象になってくれないんだよ。おかしいって。ちょっとシャレにならんで。 HP 半分ぞお前。ちょっと危険域入っとる感じやげんな。シャレにならんバグ入れてきとくんな。狙われてないんがちょっと幸いか。これでゴミは全部倒したかな。ゴーズだけになった。いや従業員が1人おるんかまだ。じゃあゴーズを思いっきり叩く作戦に切り替えて、電話ホもかけつつね。あ、 CLW が使える。飛べー。さあクロックスガキに正義の鉄槌をベーム。倒したかな。倒したー。あんま大したことなかったな、数の割には。よっしゃー、楽勝だった。えっへ、なんだ数ばっかり揃ってるだけで大したことねえな。いえ、これ結構きついですって。なんで毎度そんな強がり言うんですか。ともりお前食べ過ぎて体なまってんじゃねえの。こういうのはなめられたら終わりだからな。うくそマジ使えねえやつらだなお前ら。そうか、指揮官がヘボなだけかと思うが。まあまあゴズ君、ゴミは操っても所詮ゴミってことだよ。おまけに中途採用者たちとの混成となったら、あ、中途採用がおったんやな。動けるはずはない。その点八代君のところは少数精鋭。ずっと固まって動いてきたから連携も慣れてる。量より質ってことね。そういうことです。なるほど、八代君はそこに勝機を見たわけか。結束力で一点突破、実にできた作戦だ。でもそれはうちの人員がこれまで通りだった場合に限られるかな。どういうことということは、もしかしてまだまだ社員さんがそういうこと。うちはもともとマンパワーが持ち味だからね。それにしたってこんな人数を集めるなんて一体いつの間に。参考の朝礼が出てから優先権のない業者さんが大勢うちを頼ってきてくれてね。こういう流れになるのは十分予想できていただけに蝶の糸が。おっと、これは関係ない話だったね。ともかく八代君は結束力と突破力でこちらを引かせるつもりだったんだろうけど、そうした方がいいのは君たちじゃないかな。さすがジャズさんだぜ。こっちの手の内まで全部バレてる。何冷静に言っちゃってるんですか。続々集まってきてますよ。なんでよその会社がキッチ工業を頼るって思いつかなかったの。うっせえ、お前も気づいてないじゃんか。それにうちを頼ってくる会社なんてなかったから全く気づかんかった。そりゃそうだ、俺ら零細。当たり前でしょ。よらば大手なんだしうちに来るわけないでしょ。そうなんだよな、俺だってそうする。これでお前も年貢の納め時だな八代。おとなしくくたばっとけ。どうする八代。こんなとこで意地張ってもしゃあない。総員戦略的撤退。待て、逃げる気かアホども。兄貴、あいつら奥に。叶わないと見れば即座に引く。さすが一筋縄ではいかない相手だね。というわけで結局結論、逃げるのである。根本的な決着はできないのである。アイテムがある。もう逃げるの一歩やけん全然敵と勝ち合わんな。とは言うたらびっくりマーク来たね。少々待ってくれ。さすがに拙者呼吸が。年ですか。ったく、はあ、出しねえなおっさん。これしきることで、はあはあ、年ですか。八代も息絶え絶えではないか。お前はいいよな、宙浮いて飛べるんだからな。だらしねえの。うるせえ、お前ら二人は目ずに抱えてもらって楽してたくせに。さすがに私もきつい。そうだ、女子高生っぽい年の子でもこれやけどね。だがよく走ったぞみんな。あっちのゴミを大量に含んだ混成部隊じゃ俺たちの最大戦速には対応できまい。ダッシュで逃げてきただけじゃないですか。違う、目指す巣はジャズさんたちがそこに行こうとしていた頃、つまりこの先のフロアだ。向こうより先に巣を見つけて出し抜く。あ、そうか、先に見つければ清掃の優先権が。そういうこと。ま、最近のこの状況でそんなルールがどこまで生きてるか分かんないけどな。行き止まりだぞ。ここじゃなかったってことか。いや、ジャズさんたちは間違いなくこっちに行こうとしてた。よく探してみてくれ。探してはいますけど抜け道があるんか。分かりづらいですね。煙の匂いがするね。焚き火の跡とかあるんじゃないかな。焚き火生活してたって言ってたもんね。八代様、キリクさんがおっしゃる通り焚き火の跡を発見しました。お、でかした。周辺に生活の痕跡も多少あります。え、誰かおったんじゃ。そうだな、袋切れ端とか寝床とか、ここが巣に違いない。あれ、じゃあなんで誰もいないんですか。騒ぎを聞きつけて逃げた。いや、こいつは一足遅かったみたいだね。ジャズさん、おっと、構えなくてもいい。今日はもうやり合うつもりはないからね。そうっすか。てかしてやられましたね。どういうことです。僕たちが小競り合いをしてる間にレティクルさんに出し抜かれたってことさ。またあの女の会社か。漁夫のに持ってかれた。またいや、表でちょろちょろしてた奴らがいなくなってると思ったら。このフロア入り口は一つじゃないしな、裏から回ってきた部隊がいたんだろう。とにかく頑張ったけど無駄足だったってことだ。それはこっちも同じなんだけどね。まあこれ以上ここに今日喧嘩両成敗だ喧嘩になっちまうだな。八代君、今日は痛み分けということで、じゃあゴズ君、みんなに連絡して撤収しようか。あの女、ほんまにみんなが争い間でちょっとさ手柄持っていくのがうまいな。はい、わかりました、すぐ準備させます。しょうがね、おいらってことは撤収だ。はーい、もう仕方ないか。あ、八代君、ちょっと待ってくれるかい。なんでしょう。今回の件でこうなった以上、我々は明確にライバルとなったわけだからね。そのあたり留意しておいてもらえるかな。まあそうなるね。次からはマジで来るってことですね。分かってます、承知の上です。それならいいんだ。ま、出し抜いてくれたレティクルさんも同様だけどね。ねえジャズさん、ちょっと聞いてもいいですか。ん、構わないけど、なんだい。なんかこう参考って何なんですかね。同業同士に殴り合いさせてまで競わせるとか、やっぱなんかおかしいっすよ。うん、言いたいことはわかるよ。僕もできればそういうことはしたくないしね。でしょ。だったらでもここじゃ何があろうと蝶が絶対だ。そこに逆らうというのは得策じゃないと思うけど、君はそういう反逆するようなタイプじゃないよね。そうっすね。いえ、でもただ少しいろいろ考えちまって、うん、どう考えても裏で何か起きそうになっとるもんな、雰囲気がね。活性化やら無駄の排除、そういった意図の裏に何か真意が隠されているのかもしれないね。ね、ただ我々のような請負業者には分かりかねるけどね。そうですね。ありがとうございますジャズさん。いやいや、それじゃあまたね八代君。話は終わった？みんな撤収準備できたって。ああ、すまん。それじゃあ俺たちも戻ろう。さて結局何が巻き起こってるのか、誰が裏で糸を引いてるのか。戦うのめんどくさいので避ける。さあ終わった。まあちょっとしばらくイベントが続くらしいな。いやー、作戦が完璧にはまりましたね。あの2社を出し抜いて亡者の巣を独り占め、大勝利ってやつですよ。そうだね、ほんとみんなすごいすごい。表で大暴れして陽動しながら裏手から回る、まさかこんなにうまくいくとは。あの裏の抜け道はほとんどやっぱりこいつおったよな。このやつおらんかったっけ、引き死にでも。そんなつてがあるなんて、さすがカンダタさんだ。やっぱカンダタさんはすげえっすよ。もうおだてちゃって。うまくいったのはもちろん優秀なみんながいてくれたおかげなんだからね。その謙虚さ、やっぱ神田さんしかいねえっす。一生ついていきます。嬉しくなること言って。それにしても巣がもぬけの殻だって知った時のあいつらの顔が見たかったな。ああ、絶対に間抜けな顔してるぜ。はあ、よそ様のことを悪く言っちゃダメだよ。仲良く仲良く。こいつらに天罰落ちないかなこの後。神田さん気をつけます。わかればよろしい。よし、ようやく地上に出たぞ。神田さん、このまま会社に戻りますか、それともクソに直行しましょうか。皆さんお疲れ様。さっき言ったように手分けしてクソに運んでくれるかな。私はちょっと用事があるから一人にしてほしいの。それは構いませんが、誰かつきましょうか。一人は危ないですよ。そうですよ、何があるか分かりませんし。いいからいいから、それに一人で出かけるの初めて。一人で出かけるの初めてじゃない。なんか怪しい単独行動してるぞやっぱりこいつ。そうなんですが、うん、あんまりしつこいと嫌いになっちゃうぞ。いえ、出過ぎた真似でした。お一人の時間存分にご堪能。誰か一人ぐらいこいつの体服の中に盗聴器入れてくれん。猛者は我々が責任を持ってクソに送ります。分かってくれて嬉しいわ。それじゃあお願いね、みんな。普通に考えたら怪しい動きしてるだろうって思うやん。おっと、事前に聞けた裏道のおかげでなんとかなったな。はあ、裏の顔が出てきそうな気がするぞ俺。深く息を吐いた後、河原の大きな石に座る。そしてそのまま川の流れる音に耳を澄ませた。パラソエか。うん、そうすればここにずっと。つぶやいた後、小さな石を拾って積み重ねていく。それは途中でバランスを崩し、乾いた音を立てて崩れた。待ってて、私が必ず。何か目的意識があるらしい。何なんだろうな。チャプター19、ブルシットジョブ。どういう意味？今日の緊急会議は私が進行します。どうしたのいきなり緊急会議？だって八代さんがこの間の件でめちゃめちゃへこんでて使い物になってとんでもないショックを受け取る。ああ、なんで俺はあんなことやっちまったんだ。なんか突っ伏してグネグネしてるね。気持ち悪いね。グネグネしてますね。まあ仕方ないのでは。まあグネグネしてる人はグネグネしてる人ではどうされとる。緊急会議で何を話すというか、まあ岸地工業さんについてなんですけども、前回で明確に敵になっちゃったしね。うん、このままだと清掃に出て鉢合わせになったら確実にバトっちゃうわけで、どうすればいいかを。いやー、やっぱ通りどうかしてたんだな。でないとジャンさんにあんなもんね。グネグネしてる人は黙ってなさい。うわー、黙ってられるか。畜生、やっぱ警察だったんかな。いや、お前のことは相変わらず気に入らねえけど。気に入らんのかい。あの大企業に牙を向いたところは評価してるぜ。社長、お前呼ばわりやめろ。朝からずっとグネグネしてるやつなんだ。お前呼ばわりでいいだろ。くそ、好き勝手言いやがって。ジャンさんとの関係はそんな簡単もんじゃねえんだよ。はあ、やっぱダメだったな。そもそも俺らしくなかったわ。俺らしくっていうのはどういうことですか？いや、なんかこうルールとかクソ食らえって暴走気味だったってとこだよ。そうですかね。そういう考えに至って行動したってことは、それも八代さんってことなのでは。うーん、どうかな。てか、ともにまで劣化の肩を持つのか。そういうわけでは、八代さんもちょっとずつ変わってきてるんじゃないのかなって。そうかね。まあそれはあるんじゃない。こうやって社員に囲まれるなんてことはなかったし、それが意識改革になってるのかも。まあ俺のことはいいよ。それよりジャズさんだ。ジャズさんは本当こんな俺に以前からよくしてくれてて、清掃道具と中古くれたり、心家賃だって多少は安く。あ、やっべ。そうだ、この建物もジャズさんに融通してもらってたんだよ。そういえばそんなこと聞いたような気が。取り上げられるかな、大丈夫かな。じゃあ敵に回ったってなるとほっぽり出された青空オフィスだな。青空レストランみたいに言わんといてくれ。それは健康的で良いですね。よくありません。網とか蓋どうすんですか。あなたはびしょ濡れになって放電しちゃいますよ。されるのなんてごめんだぜ社長さんよ。あんだけの単価切って敵対したんだ。次の手くらい考えてあるんだろうな。別のオフィスに移るっていうことが想像できんけどな。おおともよ。そのためにこれからの準備のために買い出しに行ってくる。じゃあここにいても暇ですし、ついていきますかね。私もちょっと総務課に寄ってくるかな。私も行く。キリクちゃんまで珍しい。暇なのは同じだし、あの建物入ったことないし。あんま連れたって行くこともねえけど、まあいいか。そんじゃ行くぞ。というわけで恩人に対して牙を向いてしまったという後悔がありますけども、後悔後でならず。じゃあそうなったらならもうやるしかねえ、そんな状況。さあここやな。これはあ、超えてる超えてる。いい感じにちょうどいいぐらいに超えてるね。はい、勝ったー。もらったー。ぶざま地獄もらいました。ともにイベントからスタートです。邪魔するぞー。なんでいつも急に入るんですか。いつもね。って言いましたよね。ノックしたじゃん。早い早い。こっちの返事を待ってください。うん。車線変更するならウインカー出してくださいみたいな感じやな。車の運転で言えば。難しいな。私何も難しい話してませんよね。はあ、まあいいです。諦め。それで何の用事ですか？こんな時間。なんで私のベッドに入ってこようとしてるんですか？はけ、もう堂々とセクハラをしに行きよるようなムーブになったね。いやー、俺の部屋、寝るスペースがいよいよ確保できなくなってきてな。だからここで寝かせてくれ。だからここでってどういう理屈ですか？自分の部屋をなんとかしてくださいよ。いや、あれは今まで見てきた中で一番の強敵だ。さらには眠気にも負けそうだ。じゃあ事務所のソファーはこの時間メズちゃんの待機場所か。そういうことだから頼む。いやダメですよ。それって2人一緒に寝るってことじゃないですか。そんなのさすがに。うわー、ドリル布団潜り込みもうトモリンが不憫でなさすぎてな、不憫で、ね、しょうがないなこれ。そして入ってしまった。あお眠いって言っときながら結局ずっと起きてるじゃないですか。この二人は付き合ってるんですか？いい谷間してるわ。セクシーショットグラビアかってぐらいやな。もう少ししたら夜が明けますよ。ああ、なんかな目が冴えてしまった。まあ気持ちはわからなくもないですけど。っていうか私もだし。謝っておいた方がいい。いい顔やってるな。特別に許してあげます。すごいいい顔やってるこれ。好感度が進んどるけんこんな顔になるだけとどまっとる感じになってしまっとるよ。普通に考えればさ嫌がられるで女の子に。あ、トモリンしちゃ優しいじゃんか。にしてはって私いつもとても寛大な心を持ってると思うんですけど。まあそうだな。そういうところに甘えてるところがあるな俺は。そうですよ。もう少しちゃんとしてください。ちゃんとしてるつもりなんだけどな。ちゃんとしてる人は他の人の部屋に転がり込むほど自分の部屋を散らかさないです。それとこれとは別。そうなんだよな。一体何をどうしたらそんな状況に。買ったものを積んでいったり配達の段ボールをそのままにしたり捨てそびれたゴミ袋が置いてあったり。俺の部屋と似たようなもんじゃんそれ。配達で届いた段ボール捨てるめんどくさいよな積んでしまうよな。わかったわかった。ちゃんと掃除するって。っていうかトモリも手伝ってくれるか。しょうがないですね。じゃあ次のお休みの日に大掃除しましょうか。別に業務時間内でもいいぞ。待機が長い時もあるだろうしな。珍しい。八代さんなら働けとか言いそうなのに。まあ俺の部屋を掃除してもらうわけだしな。その間俺は駆除に行ったり蝶に行ったりするが。何を言ってるんですか？一人でやらせるんじゃ捨てていいものかどうかわかる人がいないと。そうやな。それでさこれ捨ててもいいだろうなって思って捨てたもんが捨てちゃダメなもんでさ後から文句を言われても知らんぞって話になるぞお前。やっぱそうなるか。掃除苦手なんだよな清掃業者なのにおかしいですねそれ確かに文字で起こしたらおかしいことになるな。意味合いが違うだろう。意味合いが。私の清掃道具で全部燃やしてもいいんですよあれやばい。あれはエッチなものばっかりでしょうし。多分燃やしてても家一丸々家事できるぐらいの出力ありそうやもんあれ。うわやめろ。それだけはやめてくれくそ。なんか急に余裕持ち上がってこいつ。俺が社長だということを忘れないでくれたまえ。社員とこんなことになってる時点で説得力ないですよそれ。ぐー確かに、はあ、部屋はもうどうでもしやがれわかりました。はあ。どうかしましたか？いや、この部屋とか布団とかいい匂いするなって。部屋は同じ作りなのに。そうですか。特に何もしてませんが。ともりちゃんの香りかもしれんな。お前に掃除してもらったら俺も部屋もともりっぽい匂いになるかもな。なんかそう言われると照れますね。ああ、顔が熱くなってきちゃった。たま最近アニメグッズとかにもさ、そのキャラクターの匂いグッズみたいなのもあるからな。まあでもそんな短時間で匂いがつくわけないと思うんですけどね。八代さん？ああ、出てる。寝ちゃってる。ツンツンしても全然起きないし。まったく可愛い乙女をほったらかしにして、そういうとこですからね、八代さん。いや、付き合ってるだろお前ら。